立公園前の配信。こんにちは。すごい、告知してないのに早速来てくださった。こんにちは。今からツイッターに書きます。やっほー。昨日歌唱力ナンバーワン、AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦見てくださった方ありがとうございます。はい、予選まで行かせていただいたんですけども、はい、応援ありがとうございました。緊張しためっちゃあ、歌声ありがとうございますね。ちょっと悔しかったですけど、まあでもやりたい、全力でできたので挑戦してよかったです。前よりもね順位も上がってよかったよかった。最近ショールームよくやってる。ねえ、よく見かけるでしょ。そうなんですよ。この前ね、しゃべくりアワーもあったし。皆さん何してるなうですか？お仕事かな？アバター私も早く欲しい。まだかな？寝起きなう？めっちゃいいやん。めっちゃ寝るじゃないですか。私も寝たい。おやすみ。あ、そうなんですよ。 NMB と学ぶくんでなんとかしこバッジ5個たまりました。やったー。これ目標だったんですよ、地味に。あの、映画がすごい好きなので絶対映画鑑賞券ゲットするぞと思ってついにゲットしました。まだ1回も使ってなくて何を一つ目に見るかね、悩んでます。皆さんおすすめの映画あったら教えてください。でもあれ、なんかポップコーンとかも買えるらしくて、あの件でね、ラッキーですね。頑張ってよかった。間に合った。はい、ホタルの墓、もう懐かしの映画ですね。あ、天気の子はもう見ましたよ。感動した。愛がすごい伝わる作品でした。ワンピースも見ました。マジでかっこよかった。みんな記憶にございません。あ、いいね。ポップコーン、はい、ばらまかないように気をつけます。ワイルドスピード、おー、見たことないんですよね。まだいろんなシーズンあるじゃないですか。初めから見ないとなんかわからなさそう。あ、ワイオレットエヴァーガーデン、あ、そう、私のね後ろの席ならポップコーン飛んでくるんで口開けてね待っといたらきっと買わなくていいですよ。その代わりホラーじゃないとダメですけどね。ワンピース見て、そう、悪役への見方がすごい変わりました。みんな信念持ってやってんねんなって、それを全部なんか悪い風に思うのは良くないなと思いましたね。今更って感じですけど、でも気になってるのは人間失格ですね。あと台風家族とか、
あとなんやろ。空の青さを知る人よ。ショールーム久しぶりじゃない。この前もしたもん。太宰治を読んだかと聞かれた。君と出会った日。隣に鈴を呼びましょう。はい、うーかちゃんって言われた。あくびしてないですよ。いい声、いい顔、ありがとう。昨日ね、しっかり寝たんですけど、なんか眠気が取れなくて、だから公演前はいつもコーヒー飲みます。あくびは酸素が脳に足らんから出るらしいで。よし、これで足りた。ツイッターに写真を載せてね、水着のね。お、じゃあ今からインスタに水着載せます。反抗期。あ、あくびが映るのは仲良しの印らしい。ほんまかな。なんか気を許してる相手って言いますよね。昨日ナンバでメンバー6人と遭遇しすぎ、しすぎですよ。グラビア良かった、ありがとう。なんて書こっかな。見てください、私の携帯。これはエミチのファンの方が書いてくれた私とハワーくんで、これがダンサブルー。もっとステッカー欲しいんですよ。なんか可愛いステッカーの貼り方教えてください。めっちゃあくびについてみんな教えてくれる。そのシール売ってくれ。売ってますよ、売ってるよ。買ってね。あ、買ってねって言ったらまた怒られちゃう。ごついケース使ってるんだね。そうですか、アイフェイスの透明バージョン。初めてした。ファンの方から届いてました。飛べそう、飛んでくる。バイバーイ。めっちゃ動くやん。めっちゃ動く、すごい。これはユニコーンなんですよ。カラフルでしょ。角も生えてるんですよ。ちょっとこれで飛んで、今日は劇場公演休演となります。皆さんご了承ください。
すごいこれ握力鍛えられるわ。疲れてきた。了承できません。ちょっと了承してください。ちょっとね、今日は加藤優香、あの空中にいるため救援です。泣くに泣けない。空飛べますよ、これで飛んでくるので。ちょっとね、今日が公園に来てくださる皆さん、すいませんが、私の何でしたっけ、法定速度と優越感の腰フリフリダンスは見れません、残念。案外パタパタの音でかい。これね、新品だからすごいね、あのやる気満々なんですよ。だからめっちゃ音大きい。わあ、東京まで飛んできて、飛びたい。あ、でも東京通り越してもう先にこれで、あの宮城県に前乗りします、これで。明日はね、宮城に行くのでね。北海道も行きたいけどね。お、ダンサブル T シャツ頼んだ、ありがとう。いっぱい着てね。じゃん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 。うまい牛タン食べてな。食べたい、食べれますように。ほんまに皆さん祈っといてください、私が美味しい牛タン食べれますようにって。よろしく。じゃあ、今からインスタ更新します。なんて書くでしょう。ケータリングで出るでしょう。どうですかね。ありがとう、みんな祈ってくれてる。美味しい牛タン食べれますように。あ、ずんだシェイク飲んだことないんですよ。前はなんかみんなが飲んでるタイミングで行かなかったので。ずんだシェイク美味しいよ。うーか、 iPhone11 予約した？まだしてないです。私この前てかちょっと前に 10R にしたばっかりやから、まだいいかなと思ってます。ずんだシェイク梅田にもあるんですって。食べれる、飲めるやん、大阪で。お、タワー来てますね、ありがとうございます。おお、嬉しい。誰だ。お、ひろきさんありがとうございます。結構最初の方にやってくれてた、気づかなかった。昨日友達がタピチっていうタピオカを飲んでました。すごい並んでました、どこも。 iPhone11 カメラがすごいらしいよ。カメラどうなるんですか。な、暗いところでも綺麗に撮れるっていうのは知りました。私も結構綺麗よ。めっちゃ揺れてる携帯。仙台は牛タンだけじゃないぞ。他なんですか、教えてください。カメラが4つ、カメラが4つ？ 3 つじゃなかったっけ。
なんて書こうかな、インスタ何がいいかな。お、タワー2つ目ありがとうございます、嬉しい。どこだ、うん、どこに表示されてるんだろう。水木パパさん、マンジマークのありがとうございます、嬉しい。ここだありがとう、わら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 ってありがとうございます。あ、セリ鍋美味しいらしいですね。なんかあのセリ鍋やったっけ、あの草だらけのお鍋草だらけ、なんか緑が多いお鍋ですよね確か。今年はプール行ってないんですよ。え、草だらけのお鍋ですよね確かちゃうかった、緑が多い。顔がシャープになってる気がする、気がする前よりはちょっとね痩せたんですけど、でも昨日の歌唱力ナンバーワン決定戦の自分を見て顔丸すぎて、あの夜あのランニングとかしてました。もうここの肉はね多分取れないんですよ。あげます、誰かもらってください。丸顔が過ぎです、丸顔過ぎってこと知ってる。セリは白いところも美味しいよ。そうなんや、ありがとう、みんな優しい。それがウーカの魅力、いじってる。ちょっと私は顎が欲しいんです。そこそこ先輩なのに若く見える不思議確かになんかね馴染んでますよね、若いメンバーから吸い取ってるからですよ。みんな吸い取られてること気づいてないんで。レナピョンの顎ですか。レナピョンさんはちょっと、うん、出過ぎかな怒られる、怒られる。そうですね、コジリンの顎が欲しいですね。個人に分けてもらう元気です。私の口角にタワーが刺さってる。メドレー使わる？それはお楽しみに。三日月傷入りの顎やけどいる？え、ちょっといかつ、いかついからいいや今日の髪型は何だと思いますか？
マキマキです。ボム買ったで、ありがとう。ボムありがとうございます。どうでしたか、ボムのグラビア、感想教えてください。私と石田ゆうみちゃんと川上千尋ちゃんの3人でした。やばかった。お、綺麗だった、ありがとうございます。パジャマのが良かった。あー、パジャマね。刺激的すぎます。本当？最高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 めっちゃ最高って言ってくれてる。ゆうちゃんがノリノリ。そうですね、だいぶ日々大人の雰囲気出てるね。どこ座ってるってなった。そういうのは冷静に見ちゃダメです。グラビアもかしこさん、うまいこと言いますね。もっとオフショ欲しい。あ、めっちゃ言われます。今からじゃあいろいろと安心した。どういうこと？いろいろと安心したってどういうこと？いつか写真集出したいんですよね。次は空中で撮影やな確かに。ちょっとこれで飛んでるので誰か撮ってください。さあ、どうぞ。もうボムにオフショは送ったんですけど、皆さんがまだ送ってほしいと言うならまた送ります。女の子も買いやすい写真集がいいな。ですよねそれはちょっと覚えておきますね。カモーンだって。いない。全身のウークが欲しい。おー、全身か。全身？全身送った。まだか。そんなこと。今は何着てるの？今は裸です。嘘。劇場はちょっと寒いので長袖を着ます。もう秋ですね。お、フォルダーをウーカーでいっぱいにするんや。してください。皆さん、私の写真をいっぱい保存しまくって裸です。皆さん想像してください想像しなくていい。やっぱりじゃあ今から3人のオフショットをインスタに載せるけど、皆さんショールームから移動しないでくださいね。行きまーす。ドン。乗せたよー。あ、もう3件いいね来たよ。みずきん、カエル、リュウト、バロック、トモミ、クラック、ヨッシー、タロウキティ、ケンポン、
すごい早い。ありがとう。見た？乗せました。乗せたよーん。じゃあ最後に。いいねした人はショールームからね一瞬離れた説ありますね。そうですね、見たいけどショールーム終わってからにするって方もいるので、もうそろそろ終わろうかなと思います。6時からの B2 の2番目のドア公演、皆さん見てくださいね。よろしく。私これつけて出るので見つけてね。いや、それかこれをつけても飛び立ってしまって今日は休演になるかもしれない。その時はごめんなさい。はい、じゃあ順位読ませていただきます。13位、欲求さん、ありがとうございます。12位、ケンイチさん、ありがとうございます。11位、ニコニコニーヤーさん、ありがとうございます。10位は、待ってね、10位は杉さん、ありがとうございます。9位は大工さん、ありがとうございます。6位、んじゃあ8位、タグエムバーさん、ありがとうございます。カムサミダー。7位がアキコさん、ありがとうございます。6位がジュンジュンさん、ありがとうございます。5位、青のりあつまくうかうかホリックさん、ありがとうございます。4位、ほまれ、お、うかうかホリックめっちゃいる、ほまれさん、ありがとうございます。3位、ウーリムカーさん、ありがとうございます。2位、ひろき、ゆうか、かみよしさん、勝手にかみよしにしたわ、たのしさん、ありがとうございます。イエーイ。1位、みずきパパさん、ありがとうございます。はい、じゃあまあ終わったらインスタも見ていいね、皆さんよろしくお願いしますね。3635人の方がいらっしゃるということで、まあインスタしてない方もいらっしゃると思うので、まあ、3000いいねぐらいは来るんじゃないかなと、はい、期待しております。はい、じゃあね、また見てください。ありがとうございました。